はいみなさんこんにちは、えー、13機兵防衛権のプロローグ、うん まあいわゆる体験版の、ネタバレトークということで、えっとこの三人で、やっていきたいと思います。有料体験版ね。だからこれも有料ですから、この番組。有料だったんです。っていうのは嘘なんですけど。お金はね、欲しいですけど。えっと、まあこの番組基本的にはね、ネタバレも、ぶっ通しでいきますんで。えっと、最初にちょびっとだけ、あの感想、もやった、面白かったかどうかだけ聞きたいと思います。ので、まずクラブから。はい。え、僕は面白かったですよ、あの、さっき喋りすぎでも、ちょっと話したんですけど。 ま,あまずこの 2D ビジュアルというものの魅力はまあもちろんねあのバニラウェアはそれを得意としてるんですけどあの妖怪だとかねあのまあその幻想的な世界観だとかそうじゃなくて突っ張りだとかねスケバンだとか公衆電話だとかそういう現実的なも80年代の世界をあのビジュアルで見れるっていうだけでもものすごいね楽しかったですね。教室だとかの再現度が半端なくて 奥行きもあったりしてライティングも綺麗だったりしてもうあの家の,あの,絵の中を歩き回れ,る、はい、回れるというだけでもう十分感動しててで僕はあのクラウドシンクっていう思考するシステムがすごく好きで、はい、ちょっとヘビーレインを思い出しましたじゃあ次は野口君、はいえっと、僕も同じくかなり好印象なゲームですね、はいあのー、体験版段階で結構引き込まれるような意外と見せてくれるなと。 その世界設定でまあだからこそあまり喋れないみたいな感じ<う>です、ね。結構体験版と言いつつも、なかなかのネタバレじゃないけど、体験版って言ってないでしょ。言ってないよ皆さんプロ,ロームですよ、ね。<laughs> いや体験版でしょ、<laughs> それは僕らが思ってるうから。プロローグのありには見せてくれるなと、確信、はい、に迫るようなネタバレ。 だ、そういう部分も、あの、含めて楽しかったです。はい、はい。ってことで、僕ですけど、僕はですね、まあ、これをね、わざわざ自費で買ったぐらいなんで。うん、まあ、結構やっぱ気になってて。まあ、やったんだけど、驚きです。驚き,、まあ、き。極端な簡単に言うと、ここらも驚きで。うん、驚きに良いも悪いもない。 <laughs> だから逆に言うと僕は良いとも言ってません,ん、ね、これがまあいや面白かったんだけど面白かったんだけど、はい、この作品に対しても、まあ、評価の仕方はすごく難しいなというあのところがあ,ある部分、まあすごく驚いたまさかそんな話だと、まあ、僕の中でねそうました 要するに作品としてはすごいゲそのストーリーゲームを届けるとしては結構理想的な形だけど、うん、物語自体に対してはあまり興味が持ててないっていうことなんですね。あすね非常にあのテーマとか,なんか設定がちょっとまあぶっちゃけ言うとちょっと口頭無形なところもあって、うん、もうこんな話やって、まあ、ぶっちゃけあの、ね、風呂敷の。 できるのかということでまあ逆にすごいですよねだから自らハードルをすっごい高くするですねそれは言えてる一言に SF といってもいろんなジャンルが今入ってるんですよのゲームってそれがまとまるかどうかっていうの確かにかね俺はもともと体制があんまり SF 体制ないから1個入ってきたらまだ大丈夫だけど2個目でもまあでも面白いから頑張ろうって345おいおいおいみたいな感じになってきてちょっともうこれはちょっと太刀打ちできそうもないなと でもやっぱりうまいなと思うのがあのその2じゃないじゃないですかあのその順番が順番最初の4人が決まってて次の4人次2人次1人みたいな感じであのそういうのでそのフローをコントロールすることであの開発側が少なくともその順番が理解できるようになってるというそういう配慮はあるので一応その複雑でありつつ理解できるようなものにする。 そのてうんつもりはあるとさすがにそれはあると思うれそれがうまくできるか分かんないらこれからもそれだけ徹底してやるんであればもしかしてワンチャンあるかもみたいな感じもしてますはいということでじゃあ早速ネタバレ入っていきたいと思いますここからは気になる人は買ってもいいしまあ別に見ても見てもあんま面白くないですよど普通はクワイエットマンでクワイエットマンでまあ別にネタバレしたからって別に楽しめないわけじゃないんで気になる人はこのまま聞いてもいいと思います だから僕らもまだね、はい、推測とか考察してるの、ね、ただ何の配慮もしませんよ。<laughs> はい、まあもちろん。ってことで、今回はですね、13期系防衛権、まずは簡単なお話で、まあ、えっ、ー、と、まず、あ、キャラクター13人いましたが、はい、どのキャラのまあのシナリオ、キャラクター自体が好きかっていう話からいきましょうか。じゃあ、比べから。俺からですか。まあ、比べはもちろん、比べですか。まあ、<laughs> 俺が一番多分ね、みんなの中でこのストーリーをもう忘れてしまった人間だと思うんですけど、僕、まずキャラクターの名前覚えない,、ねはいはい、覚えてないと。一応、ここに全部載ってますね。 こいつこのあの昭和からやって昭和というかです,昔の人間ですね。第二次世界大戦の澤島からやってきた佐治山さんで。 あのなぜか、あの、そのタイムトラベルして、八十五年にやってきて、急に学連来て、焼きそばを食って。焼きそばパンが、まあ、なぜかって、あれ結構立ってるんですけど、ね。いや、立ってるけど、ね、とは言え、学連も、なんか、その。どうか、奪ったんですよ。髪型も変わった。<laughs> すげえ馴染んでんな、こいつって感じす。<laughs> 確かに馴染み方はすごいよ、ね、そうそうそう。実際に、あの、他のキャラクターから、お前、意外と、この時代馴染んで。そうそう。言われて。るかだだ、だじびすぎっしょ、どれぐらい、そのタイムトラベルしてから、時間空いたか、わかんないけど。どこ。 学系の学校の学生では君ってなんかねなりそうだけど佐治山くんは確かに、えー、面白いキャラなのとあとは比較的話のね昔の話は分かりやすいのでこいつがどういう運命をたどったのかは、ね、まあ比較的わかりやすいですねまあ自分ひじやま肘山かひじやくんで、えー、ともともとえっ、ー、と,、えー、と好きな女の子がいて その子を追ってきたんだけど、その子は実は男だっっ。とそこら辺のあたりもちょっとコミカルな、そうそうあのシナリオで、そうそうあの本当はだからえらいあの先生の娘さんだと思ってたのが、のねね、実はその現実世界とかも、まあ八十五年からやってきた。 あの女装した人だったいや彼女はあ彼女とか彼はもっと見ないの。彼だってややこしいですけど。ややこしいけど本当は多分男の子の姿でね。ちょっとセクハラかな。それが同一人物なんです。まあ彼はあのえっとなんだっけな彼の名前忘れた。彼はこの中に入ってないです。十三に入っていない。入っていない。えっとあの博士の息子っていう設定ですが、実際には機械を作った本人。 うん、という総勢で、そうそう未来の人物で、うん、なぜあの過去にいたかというのは、なんか騎兵を治すためというふうに説明してだけど。気兵を治すために、うん。ただよくわからなかったか。気兵が第二次世界大戦にも使われているわけで。そ,うですね、その辺もね、きんない、最初は空襲、空襲って言って、なんかそのアメリカのね。あのめて戦闘機がこう見えるんだけど、<間>次の瞬間急にね、あのー。うん 騎兵があのしかもその足の長い奴だよね騎兵っていうか敵ですね敵敵、あれあれはアメリカ側が使ってんの使ってると思い込んでるけどどうも違う違とこちらの方のアートブックには実はそこら入ってまして最後の方に敵の名前も含むこれなんて言うんだっけハイクワット設定上はこれですねこれだよねこれだと思いますこれあの女の子であのその体操服着てる南夏の夏のちゃん 夏野ちゃんが第二次世界大戦に戻ってあれを見るとあの映画みたいだとかっていうよねあーこれは完全にね,あの,ねあのこれは、ね、まあ僕も話そうと思ってこれ宇宙あの戦争のパロ,、はい、パロディーというかオマージュでもともと南夏野ちゃんあ次も、ET? もう南夏野ちゃんが一番好きなんだけどいい、はいはい、それは分かるそれは分かるそれは分かあそれ単純かあのなんかあのすごく軽いノリのあのスポーツ女子だから好きになっちゃうんだけど、ね、ただ彼女は実は SF 好きっていう設定で、うん、まあ彼女の話は明確に ET をオマージュした話で謎の ロボットが間違えて<ー>、間違えて、えてこれはえっ、ー、と宇宙人だと思って。 どううしようって言ってなぜか過去に戻るって話なんですけど、はい、彼女はその SF 次っていう中にあのジョージ・ベルヌのいわゆるあの宇宙戦争っていう、はい、あの昔あのイギリスでラジオドラマやったら本当にみんな本当のことだと思ってパニックになったという伝説がある、えー、作品があるんですけどそのベルヌの,あのやつの火星人はトライポッドって言って三脚なんですね三、うん、つの話<ー>でこれは四脚なんだけど、まあ、あれを見てあのベルヌのあれじゃないみたいなことは言ってるででこのデザインはどちらかというとそのベルヌの宇宙戦争のやつを これ、まあ、見えるかどうかも見えないと思うけど。えっと、あの、さらに、原作したハリウッド映画のトムクルーズが出てきた宇宙戦争にそっくりです。ですね、宇宙戦争に。てくかなり似てます。彼女はそれ、まあ、彼女は、まあ、それっぽいニュアンスで言ってたっていうか、はい、まあ、まあんま直接的には言及してないです。まあ、なんで、なんか、この話の面白いところは、実は、やっぱり、いろんな、この現実世界のリファレンスも豊富にあって。はい、最初、くらベ君が、あの、この、なんか、都市が。 あのまるであの怪獣のように怪獣が来た怪獣映画のようにやられちゃったっていうはい、はい、あれは明らかにあのゴジラの、うん、オマージュだと思うんだけどそういう元気はいろいろしててやっぱりね SF 小説みたいなものも元ネタに入ってるのがやっぱ面白いかなうん、うん、じゃあ一応ポンポンいくとしてポンポンいくとして僕もね今の南夏野とか好きだったんですけどお<ー>他の子でいうとえっとまあ好きかっていうか個人すごい気になったのが今後の展開一番。うん 彼らの中で尾形くん,くんの一番最後のメガネのこの子あの一番最後の、はい、生徒会長っぽいあの尾形くんもね未来人かな完全未来人から来た人でで彼がその結構その騎兵を作ってるその木を機兵運営運営運営というか使ってる、うん、あのチームというかの結構 なんだろうな結構キーキャラクターの広いとして入っててで彼の視点から見ると物語って意外とそのなんだろうな見せてくれる全部その設定というか例えばその人の記憶をダウンロードするみたいなところも含めてそういう部分が一番描,描いてくれたのが尾形君の部分かなと思いらあの、うん、彼が最後になってるのはそういうわけがあるんだよね。 その辺がもう割と明らかになったんだろうなう、ね、っていう感ねう。そういう意味では結構最初は比べていう普通の少年としてプレイしていると思わせて、まあもちろんそう思ってないけど、<laughs> あの <laughs> そこがどんどんあそうじゃないそうじゃないっていうのがそのプロローグのクライマックスがその最後のキャラだったんだよね。ねまあ岡田君はその一つ重要なことはどうもあの世界の まあ、この世界いろんな時間時間あるんだけど大体は決まっててまず何かよく分かんない敵が押し寄せてくるとそ,で、ね、でそれに対してこの人たちは騎兵と呼ばれる装置で戦っていく、はいうん、その時に騎兵が誰作ってるかとかそういったことは結構よく分かんないんだけど悪の企業っぽいのがあると。 なん何とか四季島重工ってあって四季島重工は各世代にちゃんとあるんだけどあるんだよね。本当ね第二次世界大戦の昭和19年にもあるるでなんと驚きなことはこの尾形くんが実は四季島重工の一番偉い人なんだから。CEO だっああそうそうそう。将来の自分を見るところだそうだから尾形くんの CEO からメッセージが出てきたときにここでもう見せちゃうんだと思ってこんな大ネタを黒ローグに見せる。 っていうのは結構驚きでしたねまあでもそれが本当かどうかすら怪しい自っていうかセーれは自分へのメッセージそうなんでそうするとまああの敷島重工自体はなんかそのどういう勢力かってはっきりしないんだけどあのグループとは別っぽいし、うん、なんかそのいくつか対立するそうす、ね、勢力があってさらに多分尾形君のあ,あに多分この関ヶ原 えー、A が多分最本当の最後だった関がすん原君が一番最初最後だったかな。どっちが最後<分>まあ後半の方がやっぱりより確信に入ってて、てね、関原君っていうのは結構ポットで,であんまり出てこなかったんですよ。あの出てくるところは、うん、えっと最初の方の冬坂ちゃんの。 あの時かっこいい男の子は誰だったんだろうと思ったら実はその子は未来から来てて彼は全く記憶がなくやっててどうして自分が追われてかも分かんないけど逃げなきゃいけないとあの時猫もいるよね猫もいますね猫も結構いろんな場面で出てきますねで猫の話まだ後の方がいいね尾形君のとこで一個多分ヒントになるのがロボットというか敵の 敵対組織はどうも自動工場でで作<ー>動されているっていう部分で,そ,で、ね、まあそこは結構だから自動工場で作られてるってことはその人工 AI 的なものが勝手に発展してそうなっているのかあるいは。 誰か人為的に作ってるのかっていう部分が今後は気になる、ねまあ、ほぼ自動的には、まあ、そうはある程度未来は説明されててすべ、ねうんうん、ての工場がネットワークさされてなんかここでピッと送信したら作れるようになってますそうなんか全部、はい、全部勝手に作ってくれるかだから逆にえっと人人類はどうも乗っ取られちゃって、うん、その可能性高いですよ、ね、ののの力に全部作られてが敵があるその ai が敵なのかもしれない。かもしれないっていう感じですね、うん まあただもう一つ厄介なのはこのえっと関ヶ原栄君は別のシナリオえと確か彼女ですねこのえっとうさみちゃんうさみちゃんんちゃのシナリオでは悪役として描かれてるなんで名前だけで分かんだよそれ <laughs> サギぎのツインテールのツインテールのう,うさみってこれ本当はトミなんでうさみって呼んでって言ってるんですけど彼女のシナリオではなんか3人ぐらいなんか謎のえっと未来に飛ばされて <はい S 1> そこにえっと かはかちあの鉢合わせるのが関原 A 君だったっていう話をね25年に行くんだよね25年がその一度世界が崩壊したタイミングなんだよねそうですねそうそう彼女はもともとその時間軸の人間でそうですねそのちょっと前である2024年に85年に飛ばされたという設定です、ね、飛ばされたというかまあ避難したでそうそういうでその後もう一回と飛びますあの未来にその未来のとこで3人はどうも死にます でもまた戻るんでしょそういや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 そうそうあこがデッドエンドな感じでよく分かんないですえ。じゃあもう終わってると,とのあのえっ、ー、と彼女たちの死体は、えー、と別のキャラクターまたややこしいんだけど東雲、えー、さん東雲さんが、えー、と発見してます。東雲さんのエピソードであのなんかがれきのところに行くんですけど、うん、その時に<ー>えとこの宇佐美ちゃんとこのあのリーゼントの彼と、はい、もう一人、えー、と倒れてるんですで。倒れててその時に まあ話がや,やこしいいわわけけかんないですけどですこの場面とその如月富が2025年に一回飛ばされて、うん、みんな倒れてる場面って丸木そ,そっくりじゃないですかだから僕の中ではまだその篠之さんの場面で出てその倒れてる場面では。うん 実は死んでないんじゃないか飛んだばっかり。飛んだばっかりなのかなっていう気はちょっとします死んでたらもう、その、その、一生で終わりじゃん。まあ、でも別にそこは、えっと、分岐は、もうこの世界だともう。分岐は、ありえちゃうから、なんとでもない。いずれにしろ、あそこになぜかわかんないけど、この、あの、関ヶ原 A がいて、いて、その、篠ノ目さんと対立するんですよ。で、篠ノ目さんは、よくわかんないけど、A のことを、なんかバグの名前みたいな感じで426。4囚人番号。囚人番号っていうふうに言われてて、どうも。 a 本人じゃないらしいその中身は。中身は426なん426とは何なんだっていう部分なんですけど全然わかんないわかんないそこだけはね完全に伏せない死に死になんとかなんじゃないまあ俺あのむしろあの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 ビジュアルノベルのあっちのオマージュああよ渋谷のまあ違うと思うよ428だ426って言われててそこで二人が対決するシーンがあるという まあ、言ってて、ね、もう全然わかんないけどもう俺はもうついていけない <laughs> なんかおじいちゃんみたいな気分になってきてまあそんなとこでいろいろあるんですけどじゃあなんか結局のところうん、うん、13人のこのメンバーが重要なことは、うん、同じ学校の生徒でありながら基本的には違う世界の住人だということが、まあ、判明してるまあだから要するにどういう話かというと多分ねそのいろんな時代の人間が一緒になって その悪と戦うっていうことだよね,ねまあ今、まあ、どっちらかという時間軸だと思う、ね、そういうよな時間軸の人間がねまあそれ自体はそんなに珍しくなくまあなくはない発想だと思うんですけど普通、うんうん、によくある話でしょうねまあ要するに最初はなんだこいつ八十五年の人間じゃねえんだっていう驚きがそうですね一人目の時あったっはい。 でも逆にあのその全員分終わった今はそもそも 85, 人85年ちゃんと85年の人間ってどんどんぐらいいんのかなみたいな感じがぶっちゃけ言うと3分の1ぐらいだと思いますねそう。いうん、まあそれはやっぱりそのあの何かをやりすぎるとその効果がやっぱ薄くなるイメージがどうしてもあって僕の中ではやっぱりめちゃくちゃなことがどんどん起き続けるので関心持っていられないんだよねいちいち。 だもう後半の中では正直言って「はいはい」っていきてましたからもし万が一それをものすごい難しいことだと思うけどご都合主義だとかあの矛盾だとか生じないまま。 閉じることができたとしてもあんまりなんか関心が持てない。そうなんだ。あの保健室の先生とか気になりますね。いや保健室の先生は最近胸の大きさが気になるお尻もいいです。またまた人がいないあの時点で不自確かになんかやたら気長されてるなと思ったけど。でもまあだから美人の先生で何か隠し事してる人もまたすごい典型的なパターンだから。典型的なまあでとはいえまあそのキャラクターの魅力とかみたいなものは感じるし彼女が 結局だからそのあの戦時中の千尋ちゃんの中に彼女の DNA が入って彼女がそれなのかみたいな,なんかそういう,、はいうね、まあ彼女は結局的には多分比べ系の養子,系養子に入れられるという話になると思うんです、ね。うんでこの かなりなんか中心的な要素になってくるし、大きいですよね。あの比べ比べ系っていうのは結構なんていうの不思議というか、まず比べという主人公がいて、本当は比べじゃないってそこでまずもう彼の章でわかるじゃん。でもでも,でも 戦,争戦時中には比べ系っていう家系は確かにある,あるとあの比べ系が一番なんか不思議な気がしてまだまあよくわからない、うん、どういう人たちなのかがすごい気になる、ね、まあでもこれはまあまあさっき言った話だけど1985年っていうのはテーマっていうのはまあ,まあ簡単に言うと結構フェイクだったわけフェイクだよねそういすねそれを期待してる人はちょっとあの片付かしく食らうけどはい、はい、でもまあやった感想で言うとぶっちゃけこれテーマは昭和だと思います まあねだからその未来のシーンでも昭和の話をしてるしねあんだけ古い戦争なこと今更調べてんのとかみたいな話もあるし宇佐美ちゃんも懐かしいとかテレビでしか見たことないみたいなことを言ってたりするんだけどそれはまあ今の我々のことマジ昭和不思議とか言ってるし似たような感覚だけど彼女自体は我々とほぼ同じ時代の人間だからねタイムスパンでいて 俺が思ってるのはこれは誤解っていうか変に期待しちゃいけないのは本当の日本,あの,日本の昭和では結局ないし、うん、そういった意味でのなんかリアリティっていうのはやっぱりあんまないと思うんですまあね。例えばまあ気になった点でいうとこれまあ結構重箱の,あの橋並みの隅なんだけどゲームセンター終わったら行こうで85年に女子2人でゲームセンター行こうと思わねえよ、まあ、とあとはいえ一応そこはあのその何柄の悪い人が集まる場所だという補足はある。ただそこら辺もぶっちゃけたテンプレであって あくまでもちゃんと調べたものというよりも我々が描くイメージそう考えた場合比較的この話はんか狙ってるとこは分かってていわゆる昭和的なノリの中のいろんなフィクションってあったしいろんな要素あった実際にはもうエヴァは平成ぐらい入ってると思うんだけど「エヴァンゲリオン」みたいなやつがすごい流行ってそのノリがもう完全にあの。 入ってるんだけど昭和フィクションのごったにみたいなことですね。それをまあ狙ってるんじゃないかと。うんまあ、それは確かに、あのー、言われるまでは気づかなかったけど、その通りだと思うね、うん。そういう観点で言うと、うん、ロボットアニメ好きの野口君としては、すごい気になるところってあったああ、ロボットアニメ好きとしてはやっぱりあれと比べちゃうな。<laughs> ガンパレードマーチとか、まあ。ガンパレは思いっきり影響を思いっきり影響受けてる、ね、のかなっていう気がするし、うん、ロボットものじゃないところで言うと、名前が出てこないな。あのこの人 ななんだっけな<の>一番最後の猫の,の猫の,猫,の,、ね、猫,の猫がしゃべるところえっと <laughs> あの人のところとか見ると、まあ、別にこれに限った話じゃないけど、まあ、ちょっと最近のアニメでいうと魔法少女窓か魔ぎかとか何周もして何周もしてそ<何>そうそうそれこそ マドカンマギガの,そのキューベイじゃないけどはい、はい、キューベイとその契約してよっていうようなことか <laughs> <当に> <laughs> たからそういうところのオマージュは結構感じ取れてやっぱ面白かったですよそうですねうん、うん、まあ僕もやっぱりガンパレは最初のこのゲームのコンセプトからして多分ガンパレを意識したんだろうと思っててや,そう、ね、やっぱそういう感じもしたし島村さんの影響もある、うんね、そうです、まああと まあこれは完全にそのロボットアニメに影響を受けたその,あのアダルトゲームだけど「マブラブ」っていう作品を聞くれて有名な作品だけどまあほとんど似たせってつまり日常のまあなんかクラスメートとかがなぜか戦わなきゃいけないっていう話ってまあ,あの時代結構あってまあそのノリはや,やっぱ感じるしこの敵の不,なんか不気味さとかもまあマブラブっぽさは確かに っていう気はするね薬師寺さん薬師寺さん薬師寺さんは結構かなり鳥でしたねそうですね彼女と十郎の恋愛物語みたいなものにも個人的にちょっと気になりますねあそこあれはやっぱりなんかその同じ校舎でも昔はあの建物がまだなかったはい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 でそこで十郎を思い出してでも十郎にだけは絶対近づいてはいけないとあいつはもう同じ人間じゃないんうそうそう。まあなんかあの記憶を蘇らせるとやばいみたいな感じですね 薬師、まあ、さんは結構切ない恋愛の話でいきそうなんで,で、ねうん、結構王道ストーリーですけどあんまり出てないあたりだとこのスケバンの、えー、あーリーゼントいやあスケバンかごめんスケバンね高,高宮さん高宮さん高宮さんは、まあ、分かりやすくおそらくあの南さんとの、まあ、スパイス相,手が相手のことスパイしなきゃいけない親友をスパイしなきゃいけないっていうシチュエーションで、まあ、多分ちょっとユリっぽい話になるんじゃないかなっていう予想はできます。 まあ高宮さんは完全に最後の方でもう完全にスパイ活動としての動きが見れましたよねその関ヶ原君の部分で出てきて、ねうん、あの助けてあげたりって、ね、いう部分あそこはもう多分完全にそのエージェントの一員として動いてるんだなっていうのはわかるから。 今後ね彼女がどこまでそのスパイに加担するのかあるいはどこで裏切るのかっていう部分がその辺にやっぱ分岐,な,、ね、分岐ないよね。多分分岐はない,ないと思いうんですね。まあただそこら辺のなんかそのいわゆる物語上のジレンマはいっぱい仕掛けられてて、うんうん、やっぱ好きな人があとくっついちゃいけないとか好きな人のことを監視しなきゃいけないとか、はい、そういったのはいっぱい本当あって、そうですね。ね結構各キャラそれぞれにそういうカップルじゃないけどその組み,合わせ、ね、組み合わせがありますもんね。うん

なんか小畑くんが一番普通な気がします。今のところ。今のところね。この人バックグラウンドないもないもん。その生活というか。うん。確かに何か何かないよね。普通のつっぱり。そう普通の突っ張り。普通の典型的な。普通のマンガっぽっぱりのままなんかで。でもね、顔のキャラデザは結構好き。なんかちょっとあ僕も好きです。憎めない感じ。いやあのあの時だけね、なんかね国岡くんとかさ、りんご石川見たら雰囲気なってるしそうですね。もう一人のさあのやられ役の突っ張りいるじゃん。はいはいはい。ああいますね。まあ違うャラです。ね違う高校の。いつなんかボロ ボディだからそのね国岡くんとかリン石川みそ,、ね、<laughs> そうだから戦い戦いシーンもさ <laughs> 安定してボコボコボコすいませんでしたーみたいになってそうそうそう,そう,そうまあちゃんとギャグなのかって、はい、ギャグなんですけ絶対やられるからねそういうコミカルなところも比較的多かったですけど、うん、でも大方くんは最後のシーン行くとなんか鍵を見つけてくれって言われてその沖のなつかさかなそのはいあ一回安定してあの電車の事故に巻き込まれる、はい、その後のシーンで どうも尾形くんが一番大事なキーを持ってるみたいな部分を匂わせてきましたねまあ電車のところも比較的俺は良かったですね尾形くんの思い出した尾形くんは四島と関係あるんですよあそうそう四季島の四季島と関係あるお父さんが会社に勤めてて血縁なんですよ こいつこんな顔してあの大企業の社長の息子みたいな感じ。<laughs> いやぶ血縁ではないかなかお父さんが勤めてるっていうぐらいだったと思うなんかあったねつな、うん、がりがあったのを思いましたうん、うん、まあ俺としてはねそ,<う>その辺はなんかまあい,いやそれは君たちに楽しんでもらおうとしては <laughs> 僕はもう一枚一枚の絵を見るだけで楽しんでるんですよねだからその小型年次じゃないかえっ、ー、と誰だっけ そのスケバンスケバンスケバンとナンパヤローこいつ網口網口この2人がバイクに乗ってるシーンあれを見るだけでももういいですねこれプレイしてよかったですってなるまあなんか演出上はそういうなんか美味しいところいっぱいい美かなりある意味なんかベタな設定ではいやもうベタでもこれほど綺麗な 2D ビジュアルに落とし込んだ例あんまりないから。 もう見てるだけでで満足なんですよ、ね、だから僕は多分ね<ー>このストーリーにはもう正直言って興味ないけどそれでも多分やる。ただ単にそあの絵の中を歩きたいとか、はい、あの演出を見たいっていうだけでも。 そのなんか S.F. 苦手な人でもそういう楽しみ方もあるのかなとは思って。ビジュアルのビジュアル最高。ビジュアルマニア。まあだいたいあの手を手を伸ばす人はそれを理由に。まあそうですよね。でもそうしたら一体なんか変な作品だったっていう感想が多分普通だと思う。普通だと。まあそのうちももう文字を読まないっていう手もある。そこまでさすがにそこまでじゃないでしょの。 文字,文字っていうかもうほとんど文字が多いんでまあそうな、ね、まあでもなんかねなんだかんだで俺もだからついていけないとかもういいとか言,言いつつもなんかなんつうんだろうねあの読ませるものはあるうん,なんかその、まあ、もうなんか聞いてられないよって気分にはならない,、ねはいはいはい、セルフもあるしはかなりそうだ、ね、よくできてると思いま,すまあよくできてるし、うんまあ、まあ圧倒的に声優のね演技が半,半端なかったい演技が半端ないっていうのもあの半端なかったです、ね、まあ結構なんかまあベタっていうかある程度ありがちな設定で多分今回のその 冒頭の部分はキャラ紹介的な部分があるので、っはいはい、だってね、あのね、今時ね、そのパンを口にくわあの加えて走ってるようなも見ると思いませんでしたよ。 バカかと思います逆に <laughs> ただまあ,まあ、ね、そういうのをあえて突っ込んでくるのがまあ多分、ね、あの戦略なのかなとまあでもあとねゲームプレイ的なものそんなにないけどその中で僕がすごいいいなと思ってるのがアニメーションで歩き方とかも体育会系の女子高生とかと突っ張りとで歩き方が全然違うし違う、ね、通常移動がボタンを押さなくても走るようになってるキャラとかあるんですよ。 されててたりしてそういう意味ではあのロールプレイ体験としては結構充実しててさっき冒頭言ったあのクラウドシンクとかもそうですけど、うん、同じあのそのキーワードでも登場人物によってそのプレイしてるキャラクターによってそれについてどう思うかが変わったりとかそういうゲームプレイを通してそれぞれのキャラクターの個性が生きてくる部分もあって。うんうん まあそういう体験としては結構楽しめるのかなとも思ってますけどねああ,の,あそのアニメーションは、ね、いろいろと,とろい、まあ、あの考えるムーブは全員にあるのが面白いあるかもあれインですあ今後そのマップとかアニメーションとかいろいろな部分が他にもあるのかも聞、まあ、あ,あたりあた。 考える方がさまだあんまりそののなんていうの謎解きのようにはなってないよね、本当に。うん、いや、まあほぼない,っな,い、ね、なってないと思います。それこそこのキャラクターにどう話しかければ情報あの探り出せるかっていうのは、<laughs> 基本的にないよね。それはおそらくの <laughs> あのシステムだとないと思います。うん 記憶あの関川く君の時ひたすらちょっとその調べるのあのあたりを少しずつなきゃいけないところがあったりしてぶっちゃけなくてもよさそうなところがなってむしろあんまりうまくないからそううそそれが今後本編にあるかどうかあとはもちろんですがロボットですねみんな忘れてるんですけどロボットもんですよロボットもなんですけど今のところロボットが後ろに出てくるシーンはいくつかありましたけどもちろん登場するシーンはもう。 乗ってる状態時あっった乗てるところからの会話はありますあのんか通信画面とかも非常にアニメ的な表現ですけどあれをこれを動かせるのかどうかっていうのはまだまだ謎ですねでもそれぞれ一応乗ることはできるんだよね絶対多分全員が登場者ここにこのアートブックにはですね実は第1世代第2世代第3世代第4世代って四4つのロボットに登場者の顔のアイゴンが出ててどの世代に誰が乗れるか決まって うはい。 バランス型ととかか格闘なんで乗ることは絶対なんだけど格闘タイプとかそれぞれアクションあんのかねいや多分ないと思うんですかね。でバニラウェアってさこれまでむしろ絶対アクションなんだよだからいやある可能性あると思うんだよね。僕もまだ捨ててはないですね。可能性としては最後の方にんかジャンルとして乗れなくてもいいけどでも全然ある可能性はまだあるんじゃ入れてくるかみたいな。あったらあったでそれはすごいサプライズだと思うんですけど一応そういうシーンはいくつもあったんですよね。 今回、プロローグでも戦っててシーンでここ制圧しなきゃとか防衛ラインがどうのっていうあそこは今回は全部テキストで終わっちゃったけど今後そこがゲームプレイに入れられるかどうかはっていうところで僕もあってほしいです。あってほしいってのはとあって損することはあまりないのでそれで結果的にはストーリーがたるくなるとか。 そのレベルアップとか別になくていいから、うん、そういうね,単純なねシ、シーンとして遊ばせてもらえれば全然十分。まあ、僕はどちらかというと、こういうのってさ、はい。うん ちょっとミリタリー要素じゃんしかもんかそのチームプレーなのい。だからどちらかというと別に動かせるとかはなくてもいいですけどちゃんと戦況が分かるようなシーンとか説明とかが欲しいですなんか戦況のアプとかーチとあ目標あ見るそうそうまあ俺はシミュレーション RPG でやりたいなって思うけどそれこそ頑張れじゃねえかみたいなっちゃうんだけどまあそういう方向性もありえるんじゃないかなと思ってますそうううういい意味ではまだどゲームなのか このままでいく可能性も全然あるけどね、でもちょっとまだ見えない部分もあるわけではい。そんなとこですかね、何かありますか他に言い逃したこと、他に触れてない人でいえば、三浦君は、俺が唯一名前を覚えてる、三浦君は超いいキャラで、三浦君はいいキャラです。俺、あいつが最初85年に登場して、こんな昭和な格好85年いるかと思ったら、格好どりで、そこがちょっともうヒントになってたんで、はい。 三浦君は、まあ、あの45年から来た人間で 44, 44か一年前、まあ、ほぼ45年になった時に飛んだのかなかなで、えー、っとちょうどこの中に出てくるんだったらひじやまさんの「 一つしたとロボットに登場する予定だったんですけど、うん、結果的には未来に飛んできたっていう、はい、ただ彼はなんかあんまりこの実態についてあんまり何も分かってないんですだからさひじやまさんが完全に85年に馴染むのに対してこいつは帽子した <laughs> <laughs> 確かにねひじやまさん馴染むって言ってもこの人ね学校通ってないですよね ガクラン狩りをしてたんですよ。なんでいや、溶け込むだけですど。野生の本能。最初はどうやって手に入れてガクラン狩りしたのか気になるやっぱり不良の世界だと、かれる NPC はいっぱいいたんです。あと、辻山さんはどうも海軍っぽい制服着てたから、ガクランっぽい制服が愛着があったんですなるほどね。今井さん、素晴らしい。あとは 君もいいキャラでしたし、同じキャラだったね。女ったらしいですけどね、彼は明確にこの高宮さんに恋をする多分持って、か持っていくと思いますね。彼の部屋もうよかった。あ、よかった。彼の部屋、すごいいっぱいつけて、リッチな家です。あとは、えっと、篠目さんですね。篠目さんはぶっちゃけ言うと綾れいだった。まあそうこれは結構笑っちゃうぐらいの。 彼女は何らかの理由でスパイの業務をしなきゃいけなくなっててスパイとして働いてるで、高宮さんの先輩としてスパイとしての先輩こいつヒロインっぽいやつはまだ何も分かんないねああそうですねあんまり出てこなかったんですけど冬坂さんメインヒロインっぽくあるんですけど冬坂さんは寝坊が多い女の子っていうイメージしかないまあなんか変な夢を見るんだよあ彼女は純粋にこの1985年の人とは思うんですよね いやか彼女も結局だって絶対十郎みたいにその記憶消されてる気がされてるですか <laughs> マジっすか <laughs> それ疑い出すとみんなそうなるんだな,いかなって気してきちゃうからね,ねでも結局はみんなが13機縁に乗って戦うようなシーンがあったからその。 どのタイミングで逆にだから今のところ大体みんな過去に逃げてきてるじゃないですか85年に逃げ集合するんだろうなってことですよね逆にだから85年生まれのその冬坂さんとかはどのタイミングで未来に行くのかはちょっと気になるよねだって今のこの85年時の時代でまだ危険自体は多分ないわけだからでもには出てるけどなんで現れてるかわかんない いやよくわかんないけど、うん、その敵が襲ってくるタイミングが本当に同じなのかは結構怪しいんで、<ー>いくつかのシナリオ、えっ、ー、と南さんのシナリオとかはあれ85年じゃないの？はいはい、襲って,て頭痛くなってきた襲ってきているのは <laughs> いつかよくわかんないからえっとっ明確なのはあのなんだっけ粘土くんだっけあの突っ張りの、突っ張りの、年次君か、年次君の<度>時は。 年軸の時に出てきたあの敵ってちょっと黒い影だったけどあれがあの宇宙戦争と同じなんかもちょっと怪しいんですよね僕の中でまあだから怪獣なんじゃないかと本物の本物のえマジであっこしいな <laughs> それもちょっと付け加えすぎや <laughs>、まあ、まあこの作品なら大いにあり得るまあちょっとわかんないですねわ、うん、かんないですよねであと三浦君でいうと三浦君の一番最初のシーンってすごい未来なんですよね、はい

肘山と話してるのその宿舎みたいなところであれって八十五年と同じ学校あの学校は一つの時代もあるわけで結構八十五年の時点でも古いけどまだあるのよねみたいな話をしてて結局あの学校が一つの中心まあそれは大いにあると多いにあるただ未来の学校が同じ建物かどうかは怪しくてなんか潰れたねとかいう話はしてるよね建て直しとかまあ建て校舎が増えたりとかしてるけど あの場所が拠点としてなんかね、そうだろうね。だから、南夏もそうだし、肘山くんとかも、沖か司とかもそうだけど、全員が同じ寺で転送してるんですよね。そう近くの寺。学校の近くの寺。あれはね、85年にも同じ神社があるっていう。どうもあそこがセーブポイントじゃないけど、あそこじゃないと、じゃん。まあ、ポータルみたいなものが特殊なところにしか現れないみたいな話をしてましたね。ゲートって言ったら。ゲートか あと使われてない手があまり話に上ってないのはこんなとこかな後藤蓮也誰や藤蓮也君強盗かえっと福山潤。あっちかそっかそもそも生徒会長か生徒会長ね生徒会長はちょっと明らかに異世界人感が最初からあるんだよな生徒会長誰だっけ 最後の方に出てくるさっき言ってたああいつかちょっと話したよねうん話したってことは薬師寺えっとメガネが彼女ですねまあ大体来きましたねはいそんなとこですねあとだから残りはあの猫一匹ですねそう猫ね猫が謎あいつの話しないと薬師寺さんのエピソードの最後の最後でいきなり猫がしゃべります何言ってんだこいつはすげえ渋い声でねなんだよってねうん まあ,あまあ要するにアトラスがパブリッシャーだからねもうモルガナみたいな <laughs> 猫じゃないんだよっ言われるれだってなんか悪い先生がいるんだし高校が舞台だし <laughs> 猫喋るし <laughs> まあアトラスっぽいですねそ,うそこ。でも彼が彼の発言は結構気になる ことは言ってて,って、ね、完全に別た界から来たとかそうホた,そそた次タとか何か行っててな、ねうん、なんかもうそこまで話いくんだと思うとなんか SFSFSF よくわかんない SF からオカルトみたいなオカルト行くしうわーこれ大丈夫かなと思うけどでもここで猫が一応猫はほら全員のシーン多分ほぼ出てるんですよねだから必ずその薬師寺さんだけでなく他のキャラとも多分 コンタクト。でも八十。取るとは思うんですよ。あの猫は。 あの猫こそ比べなんじゃない。比べ比べ何とか。あとあの比べ系は絶対なんかある。比べ系はなんかありそうですね。多分比べ系が飼ってた猫なんで。まあただこの世界はどうも記憶を人に転写してあのその人格るみたいなことができるから、猫の中に違う人間が入っててもおかしくないんです。その電話。なんで喋れるの猫にも映せるっていう。なんで喋れんのってあるけどね。そうですね。どういう声だ。どいどうなってんだっていう。その辺含めたらよくわかんないことだらけです。 猫に見えてるロボットかもしれないから全然それはあり得ると思いますそうだねだからモルガナもさ確か滅びた国から来てなかったそうだっけ違う国から違う次元だよねでもいやシャドーパレスの中から生まれた存在っていうぐらいシャドーパレスでも別次元別まあ一応あの世界だと一応同じ世界です裏世界裏世界ですねすげえネタバレしちゃったけどまあそんなに重要じゃないと思います まああとということでまあ、まだまだわかんないことはいっぱいありますが、えー、2019年秋,秋っていつなんやってございますかあと半年ぐらいありますが <laughs>、はい、これをねこれ新情報とか出るのかないやどうですかねもう,もう十分じゃないかとか出さなくていいんだけど、はいうん、出さなかったらこのままねあのずっと考察と妄想でね生きていかなきゃいけないと思うてちょっとつらいですね <laughs> まあつらいところはありますけどもまあそう、ねまあ、でも結構十分なそのプロローグにしては。 だいぶね,ねキャラクターを紹介されて、うん、設定紹介されて,てれここからでもね多分ねでもねみんなね 考察すると思うんですよ。まあ、考察は。考察のしがいもあるし、それはそのシステム的にもね、分かってるんだよ。だって。四角ボタンでその小説風になんか。読める、読めるし。考察してくれっていう、あの話だと思う。だから、もう、ある意味で挑戦状みたいな。感そう、本当、そう、確かに。突きつけられた。あるぞ。そうなん。でも、本当、でき。これるやつ。まあ、祈ってるのは考察しがい。あるオチみたいな。ちゃんとね、作ってくれることを期待していますね。これ、矛盾とかなしに作れないと思う。いや、まあ、完全に矛盾。 分は発生すると思いますよ。だけどまあ要するにこんだけ複雑なものをやる必然性を見せてくれるかどうかです。そうなんですよ。それですよ。ただややこしくしましたではなく、それは難しいと思うな。まあ僕はまだあり得ると思ってます。難しいな。高校のね本当に平成最後に大ネタぶっこんできた感はすごい強いです。出たときはもう平成じゃないっていう。平成じゃないけどね。多分平成時代に作りたかったんじゃないかと俺は思ってますた。確かに確かに。 まあだからねその,その昭和がテーマなだ,だけにやっぱこの年号が変わるタイミングっていうのはある意味、部分的に狙ってるところでもあるかもしれないね。うん、ということで、はい、こんなとこにしときましょうか。はい、ということで十三騎兵防衛圏、えー、プロローグのネタバレトークでした。したじゃあ皆さん考察を聞かせてね、はい ネタバレしてもいいんでそうですねこれ書いてあること十三騎兵防衛権プロローグ付きいやだからこれアートブックが本体なんです、ね、あーそういうことはい。ちょっと言い方があるですけど <laughs> 本編が入ってんのかと思っち体験版売ってんじゃないんですよってこと、うん、<laughs> <laughs> なるほどね <laughs> <laughs> ということで皆さんししバイバイバイビーバイバイ